えこんにちは黒塚です今日はですね、ドラムを叩くのに筋トレをすごくしてますっていう話を聞いてですね、えー、筋トレって必要ですかっていうお話があったので、ちょっとお話ししていきたいと思います。まず筋トレはですね、必要かっていうところですね、僕筋トレはまあ体にいいんで僕もよくやってるんですね。まあ体にいいんで全然やっていいんじゃないかなとは思うんですが、じゃあ筋トレがドラムに及ばす効果はどういう風なのかっていうのと、まあえー、鉛のスティック これについてお話しするのと左手でドアノブを開けるといいって本当これ僕昔やってました、えー、この辺の内容を、えー、やっていきたいと思いますそれでは始めていきましょうまずはですね筋トレは体にいいかということですねまず、あ、痩せるための近道ですね、えー、痩せるためにですね僕あの一時期1 0 0まで体重いって今まあ80着ぐらいなんですけど まあ、あの20キロぐらい痩せたんですねでその時最初はもうとよく走り込みから始めたんですけどこれがですねリバウンドするするっていうことでですねなんでリバウンドするかってとうとですね走るってそんなにカロリー消費しないんですよ。 その割には意外と食べちゃうんで、それもやっぱ食事制限と、やっぱり普通の代謝を良くするためのやっぱ筋トレをするっていう方が、これは絶対良くなるんですね。これ教材かけるんじゃないかっていうぐらいですね。えー、カロリー計算とその辺ものすごい勉強しましたね。なので痩せるための近道ですね。痩せると、まあ、腰痛減りますね。僕すごい腰痛持ちだったんですけど、1 0 0あるとやっぱりこう、まあ2 0キロっていうことは米、ね、 2 0キロのやつをこう抱えてこう運動してたわけでしょいやもうすごい楽になりましたねでまあやっぱり、まあ、痩せると見た目も良くなりますしやっぱり僕らこうやって見られる商売なんでクソ音とかもできるだけ気をつけてるんですけどまあそういう意味では見た目も良くなるしまあいいことづくめですよねあとライブの前に走り込みをする人もいますハードロックの人って、まあ、まあロックっていうのはキープ力なので体力っているんですよね 僕もまああの今お休みしてますけど、ボクシングやってる時とか、やっぱりこう、毎日走りに、朝走りに行ってですね、ダッシュとこうジョギングをずっと繰り返すんですけど休憩とね、そういうのをやってましたけど、体力がいる、ジャズの場合はまあ体力っていうのはほとんどそういう形じゃないんですけど、ハードロックとかの場合は体力いりますよね。行動さんなんかやっぱり走り込みしたって言ってましたね。 えー、走り込みしてるハードロック系のミュージシャー何人か聞いたことがあるので、まあ、体力が必要な場合はまあ必要ですよねということですねで筋トレがドラムに及ぼす効果ということですね音量っていうのは僕が考える限りは力では出せないんですねなんでかというと振動なんで大きく振動すればいいわけなんでその時にこう力が強いと抑え込んでしまうんですよそうすると抑え込むってことは一回こう 振動させよううとししててるののをこう止めてしまうので,でバスドラなんかの場合はバーンって踏み込んだ方がいいっていうふうに皆さん言いますけどあれ踏み込んだら結局止めちゃってるんですねでそうするとこう結局力でこのド銅の部分を無理やり鳴らしてるだけなんでそれよりは絶対にこうドーンって皮も鳴らした方が絶対音が大きくなるんですが、まあ、音量は力では出せないということですねしかも音っていうのは音量っていうかこう こう振動を大きくさせよよううと思うと思でですすねスピードがいるんですよ筋力っていうのはつけばつくほどスピードが落ちるんでまあ筋トレの仕方にもよるんですけど重いものを持ってたからって言ってそれがすごいこうドラムにいい結果になるかってそのことはないんですがただ腕とかね足が太くなるとやっぱりこう太い音っていうのが出るんですよねだからそういう意味ではすごくこう鍛えてもプラスはあるんではないかなと思って 私的には別にその筋トレが全然悪いとは思ってないんですね。えー、僕はあの一応ベンチプレスですね。今ちょっとそのね、まああのコロナのこととか、あとちょっと肩を痛めたのでちょっと休止してるので今、今自重の毎日筋トレしかしてないんですね。なんでそんなんですけど、一応僕はあのベンチ1 0 0キロ上がるんですね。というわけでこう、まあ筋トレってすごくこうストレス解消にもなるし、すごく精神安定にもなるし、すごくこう、 脳が活性化すすするって言いいますよねねだからそういう意味ではでは、ね、ドラムに及ぼす効果っていうのが皆さんが思ってる形ではあんまり出ないんですね。だから筋トレをすればするほど音量がでかくなってすごく音楽が良くなっていくって思いがちですがそんなことはないですね。で、最低限の支える力とかそういうのはいるんですよ。なので、あんまりこう、 筋トレが、その皆さんが思ってる形にはあんまり、こう、なんていうんですかね、ドラゴンボールみたいにですね、えっ、ー、と、背中に重たいものを持ってて、パッて外すと、すごくスピードが速く動けてってああいうのはまあ、基本的にはあんまないんですよ。ただ、走り込みとかすると、やっぱり、その全体的に、こう、なんていうんですかね、あのー、こう、サッカーが上手くなるとか、野球が上手くなるで走り込み必要っていうのは、足腰っていうのもあるし。 そういうのって僕は音楽的に言うと、えー、走り込みの要は早打ちの練習っていうのが走り込みに近いんじゃないかなと思うんですね。で早く打とうと思うと力抜かなきゃいけないんですよ。でその感覚のその支える筋肉っていうのが必要なんでこう力をこう鍛えてもあんまりドラム的にはあんまりなんじゃないかなって僕は思っています。 あと、鉛のスティックで練習って必要で、これもですね、結局、その、あれですよね、ドラゴンボール状態ですよね。重たいもんでやるから軽いもんでやると、すごい扱いが楽になるだろうと思うんですけどね僕がね、鉛のスティック使っててる人って、ほとんどの人が検証になってるのを見てるんで、検証になる可能性が大きいんですね。ただね、ジーン・ジャクソンは検証になったことないし、鉛のスティックで練習してました。なので、こう、一概には否定しないですけど、 重たいものをこうやってやること軽いものがすごく扱いやすいかってそんなことないんですよ軽く軽いと全然跳ねちゃうんでいやそのリバウンドの制御って考えると結局スティックで練習しないとうまくいかないと僕は思ってるんで僕はおすすめしませんただそのまあ一部検証にならずに成功してる人もいらっしゃるのでそれが本当にそこで効果があったのかどうかわからないですけれどその絶対に 1 0 0ダメかったらまあ医学的に何度も言えないですね。僕もお医者さんじゃないので、ただ僕はまあお勧めしません。ということですね。左手でドアノブを開けると言って本当ってこれ？僕もそう思ってやってましたね。全くってことはないですけど、えー、左手でドアノブを開けるという行為は利き腕じゃない方を使って、まあそこの要はこう慣れていくというかね。その利き腕じゃない？腕をできるだけ使うといいよ。っていう話なんですが。 まあドラムの場合は両手やっぱ使うんでまあでもそれだったら僕左手の練習を増やした方がいいかなと思います僕はだから左手の練習左からのスタートは右からスタートの倍ぐらい練習してましたねだからやっぱり慣れるためにはまあドラムの練習はドラムで練習すると一番早いんじゃないかなっていうふうに思ってますドラムの練習の中でもまあ早打ち早打ち早く打つために早打ちをするんじゃなくてその リズム感とかあとそのこう脱力感とかそういうののために僕はこう早打ちをすると思ってるんですが楽器を使ってその中でこう基礎練習みたいなものの体力をつける練習っていうのは要はした方がいいかなとは思ってますねだから普段から使うとしてはいいかもまあその左手でそのドアノブを触ってる時間練習するっていうのはできないんでまあやらないにはよりは やった方がいいんじゃないかなって感じもしなくもないんですけどただそれがドラムに本当に直接影響を与えるかったら本当にハテナだなっていうふうに思いますねやっぱ手首とかをこうガーッて鍛えてやる人もいらっしゃいますが結局はバウンスの制御ができればいいのでそれはもうやっぱりそのサッカーでボールを扱うのをうまくなるためにまあ走り込みっていう基礎練習は必要なんですけどじゃあサッカーをやるのに 鉛のボールで蹴ったら上手くなるかっていうと多分ゴールもですね感覚が狂ってしまって入らなくなりますよねそれってねだからその基礎練習っていうのはいいと思うんですよだからそのシングルストロークダブルストロークパラデーを揃えるとかそういった練習はいいと思うんですねでもそれを結局その重さの違うものを使ったりとか、えー、それをこう筋トレだけで何とかしたりとかするっていうのはあんまり僕は良くないかなっていうふうに思っております なので、えー、筋トレですね。ドラム調達に筋トレって必要っていうとですね、筋トレはした方がいいけど、それはドラムに関しては、あんまり僕は直結しないんではないかなっていう意見でございますので、その、この手首を鍛えるために、ここだけのこう筋トレとか、えー、なんかこう、重たいスティックを持ったりとか、重たいペダルで練習するっていうのは、 むしろ僕は弊害だと思っているので、えー、そういったところのお話でございました、えー、ご参考になれば幸いです、えー、本日は以上になります今日もご視聴最後までありがとうございました今日も最後までご視聴ありがとうございました今日の動画があなたにとって面白いなとかためになったなと思われる方はいいねボタンを押してくださいチャンネル登録の方もよろしくお願いします 私のメールマガジンがありますので、詳細の欄から URL がありますから、そちらで紹介ページの方で、ぜひメールマガジンのご検討ください。毎日僕からメールが届きます。ジャズドラムのこととか、ジャズの歴史のこととか、心理学のことについて、毎日動画とその解説をお送りしますので、よろしくお願いします。3大特典もついておりますので、ぜひご検討ください。それでは今日は最後までご視聴ありがとうございました。黒田和義チャンネルでした。